村田保1月7日は、明治時代の法制官僚、政治家。幼名は虎之助。元老院議官、貴族院直選議員、水産伝習所二代目所長、大日本水産会副総裁、大日本遠慮協会所代会長、大日本缶詰業連合会所代会長。父は、比前唐津藩、小笠原氏の家臣の朝原浩二。本因坊秀才はおい。 天保13年12月、大阪中野島唐津半倉屋敷に生まれた。嘉永4年頃江戸に出て、幕臣村田氏を継ぎ、和歌山総吉、林兵部将遊に学んだ。与大一左衛門に、旧術、剣道、山岡聖山に、僧術、小林金路城に馬術を習った。安政4年頃、本郷大根畑稽古場の菓子馬飛び鈴に乗り、求めに応じて、 戦争時を往復して見せたところ、馬が暴れて路傍にいた子供を殺してしまったため、馬を殺し、自らも一発乗馬をやめたという。あと、イタリアの曲馬シチャリネに対抗して、曲馬術を練習し、1888年6月21日、九段坂の自邸で披露し、後に五馬場で展覧が行われた。明治元年昌平学校に出資し、明治2年1月、 水本成美、鶴田明、長野綾貴と共に、新律取り調べを命じられた。当初民新律を参照して、新律綱領を返纂した。新律綱領の返纂中、三つくり臨床の翻訳した、フランス民法典を閲覧して、西洋法制の優位性を認め、明治4年1月23日から1873年9月27日まで、イギリスへ留学し、 刑法を学んだ。帰国後、木戸孝義、伊藤博文に、新律改正の必要性を訴え、サイン刑法取調べ局で、刑法改正に従事した。また、旧幕時代に投獄されたままの習慣者の、罪状決定を促して、不可在収取締りり規則を作らせ、また、シャムと呼ばれた拷問を廃止させた。1877年ボアソナードを交えて、 刑法草案が練り直されることとなり、草案審査委員の一員として参加した。1880年5月5日から1881年7月26日まで、ドイツに留学、ルドルフ・フォングナイストに、行政裁判法、アルバート・モッセに、憲法、アドレーに、自治、ベルネに刑法を学んだ。帰国後、法律取調べ委員会に属して、民法、商法、 民事訴訟法等の制定に当たったが、条約改正を急ぐ、急進派が民法典、商法典を交付すると、日本社会に適合しないとして強い反対の立場を取り、法案延期を拡作した。1890年5月法案が元老院に、上提されると、首相、山形有朋に働きかけ、民法、商法の施行延期を取り付けた。 商法施行延期を受け付の意見職月帝国議会が開設されると自身も貴族院議員に直選され民法及び商法施行条例施行延期議案を貴族院に提出し採択された。明治24年1月、大畑馬氏とともに民法及び商法の修正の件を県議1892年5月。 民法商法を修正するため29年12月3月11日まで、これが執行を延期する法律案を提出し、5月16日賛成多数で可決された。ドイツ留学時、グナイストと当時ベルリンで開催されていた、バンコク水産博覧会の話に及び、日本の漁獲量が、その豊富な水産資源に比して少ない点を指摘され、ドイツ水産界の存在を教えられたため、 同様の基幹設立を山田に図り、1882年1月、大日本水産会が設立され、名誉会員、漁業法律学芸委員に就任した。1888年、深刻化する巨場紛争や乱獲問題に対処するため、漁業検討について定めた漁業法案を提出したが、二度とも成立には至らなかった。 1889年水産伝習所長に就任し、1894年日清戦争に際し、かつてドイツでヘルムート・カール・ベルンハルト・フォン・モルトケに、不服戦争の勝因は缶詰だと聞いたため、缶詰を製造して軍部に送った。1896年3月、日本近海に進出する他国漁船に対抗するため、 日本の塩用漁業に対し補助金を要請する議案を貴族院に提出した結果、1897年、塩用漁業奨励法が交付された。1897年3月、1891年より、採算農林大臣に請願していた水産局復活が時の大隈重信大臣に認められ、6月復活した。1896年、水産調査会で、 水産博覧会開催が決定されると、これを議会に諮って可決され、1897年9月から11月まで、神戸市で第2回水産博覧会が開催された。1897年、規模拡大により財政維持が困難となっていた、水産伝習所の間設化を議会に働きかけ、3月、間設水産講習所が設置された。1898年1月、 大日本水産会において、正松宮秋人新王に、水産沖縄の称号を賜った。十周円伝同名が大日本営業協会を、組織すると、その会長に選ばれた。1898年議会に、営業調査所設置を建議して可決され、営業調査会が発足し、会長に任命された。1905年11月、全国缶詰業連合会が発足。 会長に就任、1906年第日本缶詰業、連合会と解消した。1908年輸入連入に対抗するため、国産品の原料戻し税導入を訴え、連入原料砂糖戻し税法が発布された。1914年第1次、山本内閣がシーメンス事件が起こすと、これにひどく憤慨し、三月一日、山本ゴンベに辞職を強く求め、 壇上で、閣下の綿棒は監獄へ行けば、類似のものは、たくさんあると言っております。今日小学校の児童なりといえども、閣下を土役拓掃汁のごとく、悪口をいたしている、不特技千万なる、卑劣感などと強く非難、議長、徳川家里に、議員法92条違反との注意を受け、議員を辞職し、鎌倉軍腰越えに退院した。鎌倉安養院の議音さんを借りて、 別荘都市、山一面に人形を配置し、村田山、人形山とも呼ばれた。1925年、人間のため死去。ありがとうございます。